車を改造せずにはいられない重症患者の皆さん、こんにちは。改造車ジャーナリスト土井パフォーマンスです。今回はボンドショップ名古屋でカスタマイズさせていただいた車両を紹介したいと思います。紹介してくれるのは飯村店長です。よろしくお願いします。お願いします。今回紹介する車はこちら。はい、やってきましたね。やってきました。ウラカンステラート。はい、もうウラカンどんだけバリエーション増やすんだっていう感じですけれども、そうね、もうその中でも群を抜いて、まあ、ちょっと奇抜というか、はい、なんか尖ったモデルじゃないですか。そうですね。そして思うんですが、はい、もうステラートって絶対に一番最初に買うスーパーカーじゃないじゃないですか。じゃない、確かに。ですよね。確かに。初めて買ったスーパーカーがステラートですっていう方、はい、多分おそらくいらっしゃらないと思うんですよ。はい、なのでもうオーナー様が絶対他にもスーパーカー乗られてたりだとか、はい、まあ、持ってるんだろうなっていう想像ができる、はい、もうすごい車じゃないかなと。はい、そして今回のステラート色すごいですね。色がめちゃくちゃ洒落てるでしょ。洒落てますよね。ね、でステラート結構カラーバリエーションあるですよね。多分ですよね。うん、まあいろんな SNS とかでもいろんな色出てきますけど、今回なんとこの茶目たすか、これそうだね、茶色系のチョコレートみたいな。そうっすよね。うん、これもなかなか選べないんじゃないかなっていう気がするんですよね。これ言っていいか分かんないけど、可愛い感じの色ですね。可愛いですかね。可愛い感じの色で、僕激渋だと思ったんですけど。あ、そう、はい、うん、というわけでこんな裏感をステラートカスタマイズさせていただいたということで、はい、どの辺をどんな風にカスタマイズしているのか教えていただいてもいいでしょうか。はい、いいですか。はい、まずもうこちら来ましたね。これこちらです。これあのなんと日本仕様にはついてないパーツなんですね。そうだから皆さんオーダーした時には本国の写真を見てステラートをオーダーしてて、でいざ日本に入ってきました、え、ないじゃんみたいな。え、そこで発覚した方がいらっしゃるんですか。そう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 、みんなこれがついてくるもんだと、あ、思ってたんだけど、日本仕様ないのみたいな話で、はあ、じゃあこれはちょっとつけたいっすよねみたいな。なるほど。まあ、なんかこうステラートここだけじゃないけど、はい、これがやっぱりインパクトが大きいから、ステラートを構成するかなり重要なパーツではありますよね。でおそらく日本案内は多分あったと思うんですけど、はい、じゃあ営業さん単位まで知ってたっていうケース、うん、そう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 、知らなかったっていうケース、本当に間際になってみたいな、うん、戻した形になる、ね、戻した形になります。はい、はい、全て純正パーツを使ってます。だから今回カスタマイズ紹介してますって言ってますけど、うん、あの元の状態に戻してる。浅井店長がよく言うやつですね。はい、僕らは車を改造してるんじゃないと、元の状態に戻してるんですというわけでこちらがついてると、はい、ただこれって、うん、あのもちろん理由があって日本仕様外されてるわけじゃないですか。はいはいはい、で僕も詳しく調べたんですけど、はい、詳細出てこなかったんですけど、うん、おそらく日本の法規には適合しないんじゃないか、うん、おそらくじゃないかと。ライト周り、はい、特にいろんな基準があるんで、そう、明るさとかね、位置とか、あのものすごい細かくね、日本の法規で決まってるんで、そうだとは思うんですけど、一応ここカバーされる専用のプレート、ランボルギーニロゴが入ったプレートも同梱されてるというようなセット内容になってるのと、はい、今回はですよ、はい、なんと、はい、純正のスイッチパネルアッシーをマジですか、交換しまして、はい、ナビゲーションの上にハザードランプスイッチとか、はい、ESP のオフとか、はい、あとパワーウィンドウ、はい、運転席助手席、はい、その並びに1個空いてるの、はい、日本仕様はそこがスイッチのところ、そう、はい、それをですね、はい、本国のスイッチパネルに交換して、はい、なんと、はい、点灯します。マジっすか。はい、それすごいっすね。純正スイッチパネルでちゃんと純正のシステムで、はい、点灯します。じゃあもう見た目だけじゃなくって、はい、もう機能的なものとか操作類もちゃんと元に戻ってます、はい、それすごい。ただ日本では使えないですけど、そうですね、はいはい、おそらくまあ使えないものをつけてもっていうことで、うん、まあ、多分おそらく穴も開いちゃってますし、うんうん、日本は省略されてるんですよね、はい、ただやっぱりそこは本国に戻す仕事をしてる、はい、僕らはボンドグループとしては、はい、そこはやっとかないといかんだろうと、はい、でしかもライトですから、まあ、つけようと思えば別に電気さえ流せばつくじゃないですか。もちろん簡単につけることもできるじゃないですか。けどそれじゃダメですよね。それでは僕らはちょっと納得できないん で、 そうですよ、ね、やっぱり純正スイッチがあるのに、はい、別スイッチっていうのはちょっと確かにスマートではないですよね。そう、嫌だったんで、別にそれつけるかつけないかって言うとつけないんだけど、はい、やっぱここにあった方がかっこいいな。まあまあそうですね、うん、
これでもつけたいっていう方めちゃくちゃいらっしゃるんじゃないかなっていう、うんうん、ですよね、うん、ちなみになんですけど、はい、あの予算感聞いてもいい聞かない方がいい金額予算感は、はい、まあ、部品が正直まあまあ高いです。一式やっぱスイッチパネルらしいのもあるし、スイッチパネルの方もそう、まあこの部品もあるし、そのさっき、はい、よくわかんないけど持ち運べるカバンとかあったりするし、それセットなんですか。そう、全部セットなんなんで、はい、まあまあちょっとじゃあ覚悟しといてもらった方がいいかなと、はい、ただ内容そのクオリティ的にはもう全くの純正なんで、あ、なるほど、おそらくなかなかできる業者さんはいないと思うので、そんなにそれを高く感じるか安く感じるかっていうとちょっと難しいところ、まあ車体価格も非常に高額ですからね。そうですね、それからするとまあ妥当というか、そう、あのね、最初にこの LED のランプが調べたら純正部品がめちゃめちゃ安くて、あ、そうなんですか、っつって、はい、そんなに安いのみたいな、はい、だったんですけど、はい、あのこの辺が結構高かったっす。カバーとかブラケットとかそういうこと、そっちの方が高いじゃんみたいな。あ、まあ筒体は多分なんかあの型が、そう、多分なんか汎用の、そうですよね、そうですよね、ラボルギーニーっていうよりも汎用の LED なんで、はいはい、うん、結局側とあのスイッチパネルで、はい、とんでもない金額になると、はい、ただここは言っていただければ、はい、今回じゃあ完全解析ということで、完全解析です、はい、ぜひどこの店舗でもできます。ぜひ裏カンステラートにお乗りの方は、はい、はい、これは多分結構人気出るんじゃないかなということで、ね、これは、はいはい、というわけで今回ここを元に戻してあるとです、はい、あとカスタマイズ的にはもう、はい、ホイールに行っちゃっていいですか。いいです。そしてこちらのステラートにはめたホイールがこちらでございます、はい、HRE、はい、03、あ、ヴィンテージ GT シリーズの 037M です、はい、もうこれじゃないですか。もうなんかもうこれもうね、はい、もう僕らもあの HRE オープンハウス行ってダカールにこれ入ってたじゃない、白いホイール、言ったら同じ方向性の車ですよね。そうそうそう、はい、もうダカールかステラートかみたいな、はい、もうドンピシャにハマる車かと思います。これめちゃくちゃ似合ってますね。めちゃくちゃ似合ってる、もうこれ用に作ったんじゃないかっていうぐらいのハマり具合、うん、はい、そしてこれフィニッシュはこれ何になってるんですか。これはサテンブロンズです。というわけでこのザラザラのツヤなしのブロンズになってる、はい、でこれ過去飯村さんとカスタム紹介で何度も話してますけど、はい、まあ、HRA このフィニッシュがめちゃくちゃ質感いいですよね。めちゃくちゃ質感がいい、他のメーカーでこの質感のホイールってないっすよね、うんうん、なかなかないよね。ないっすよね。ない。で大体こういう風なあの色味のあるフィニッシュってこう角とかへこんでるとことかで多少濃淡が出るじゃないですか、はい、ないんすよね。ないっす。全部こう同色でというか、うん、同じフィニッシュで複雑な造形でも仕上がってる、うん、割とこうオフロードなデザインですけど、はい、細かいところも内側結構削ってあったりとか、こうね、この外側にも溝が掘ってあったりとか、うん、はい、そして HRE のこれなんか文字も入ってるんですよね。これ文字入ってます、はい、でキャップが、オプションのビレットもセンターキャップになっているので、極力色を入れたくないっていう、はい、オーダーだったんで、まあ、通常のキャップだと、まあ、何かしらの色が入っちゃう、はい、シルバーだったり黒だったり、なので今回はビレットのキャップを同じ色で作ってもらって使ってます。これ知らない人が見たら本当になんか純正ですかっていうぐらいのね、さりげなさですよね。そうなの、はい、でタイヤももちろんあのこの車のキャラクターなんで、まあ、インチアップもしてないし、タイヤも純正のそのまま使って履いてるんで本当にわからないかもしれない、ね、人によっては。ただそのさじ加減の絶妙さがなんかもうクロートというか、うん、もういろんな車乗られていろんなカスタマイズもされてるんだなっていうのが伝わる足元になって、はい、でこれデズラだったりは調整してあるんですか。しました。ただこのホイールをオーダーしたのが車来る前、え、車見る前いやあのちょっとまあ何回かあるパターン、はい、で車を見ずに、オーダーしまして、はい、でキャリパーデータも、はい、HRE になくて、はあ、ただいろいろ見ると、はい、ランボルギーニ のオフィシャルのホームページって結構細かく載ってるのよ、はい、あ、そうなんですか。ローター系がいくつでとか、あとはその、まあ、もちろんタイヤサイズ、はい、ホイールサイズ、はい、オフセットも確か書いてあったような気がするんだよな、はい、だから、はい、まあ、ウラカンステラートって、まあ、ウラカンいろいろあるじゃん、エボ、はい、テクニカ、はい、とか、はい、でその中の結構これを使ってあれを使ってって感じだったので、はい、見たら、はい、なんで、まあ、HRE 側にもブレーキはこれと一緒だからって言って、はい、で純正サイズは出てたん で、はい、で特にこうバッチバチにやるような車でもないんで、
でタイヤも純正使うつもりだったんで、はい、まあ、ここからじゃあちょっと出せばいいかな、はあ、じゃあ純正ベースにちょっとプラスアルファして、そうそう、いつものもう純正のタイヤとフェンダーの位置関係だったら、うん、セラートだったらこのぐらいだ、そうそうそう、出しとけばちょうどいいだろう、そう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 、なるほど、じゃあもうそれはもう言ったらでも勘というか、そうです、 長年の経験、はい、にしてはすごいぴったり収まってますね、はい、ぴったり収まりました、つらつらということで、はいはい、ちょっとドキドキしてたんですけど、はい、確かに大丈夫です、はい、そして今回車高だったりはこれノーマル、全くのノーマルです。ですよね、だからそのステラートは結構そのやっぱりそのさっき言ってた通り、まあ、いろんなスーパーカーとかを乗ってるとか乗ってたとかいう人が買う車じゃない。はい、で車高が高いからどこでも行けちゃうっつって、はい、あものすごくこう使いやすい。でサイズ感も全然そんなに、ね、確かに裏感だとそんな大きすぎないですからね。そんなに大きすぎないし。はい、でまあ、乗ったことある方は分かるかもしれないけど、ツインクラッチでクリープがあるじゃない、この車、はあ、普通にブレーキ離せば普通で進むじゃん、はい、裏感って、あ、そうでしたっけ、そう、はい、フェラリとかフェラリ系とかだとさ、はいはい、アクセル入れないと進まないけど、これはスーって進んでくれるんで、はあ、だからむちゃくちゃ乗りやすい、あ、なるほど、ただ後ろが見えない、あ、そうですね、後ろの視界はゼロ後ろゼロ、はい、というわけでその辺の使い勝手ももちろん、ただまあ車のキャラクター的に上げたり下げたりするような車じゃないんで、そうそうそう、まあ、ノーマル車高が一番似合うのかなっていう、うん、はい、というわけでこんな足元になってと、はい、いやこれは今回このブロンズボディと合わさってめちゃくちゃかっこいいですね、めちゃくちゃかっこいい、ね、はい、うん、そしてあとは、あとは基本的にノーマルです、なるほど、はい、でステラートといえばこのルーフレールがついてて、はいはい、これ純正でキャリアとかもあるんですよね、あります、アクセサリーで、はい、ただ、耐荷重40キロなんでご注意ください耐荷重40キロの車速は110キロかな、はい、めちゃくちゃ使い勝手悪くなっちゃうんですよ、そうです、はい、そうす、基本的に出しちゃいけないです、なるほど、はい、で今回はついてないんですけど、ついてない、まあ、この辺はまあ後から足すこともいくらでもできますからね、うん、はい、そして結構ステラーと違うんですね、横のサイドスカートなんかも全然形が違ったりとか、そうそうそう、いやもうこのフェンダーがもうね、もう純正でやってくるんですかっていう感じですよね、しかもさ、ここ切れてないのよ、はあ、あ、確かにそうですね、それどうするんですか、だからバンパー外すのに、はい、まずこれを外さないんだ、絶対嫌だ絶対作業したくない、そう、あ、 でも作業したのか、そうしたのよ今回本当っすか、これ一応ボルトで見えるの止まってるじゃない、はい、でボルトだけじゃないのよ、もちろん止まってる、まあそうですよね、当然つい爪で止まってるのよ、はー、だからもうそれを外すのも嫌だし、はい、でビス死ぬほどあるし、バンパー外すの、まあまあそうでしょうね、はい、いやもう大変でした、なるほど、本当に、というわけでこんな大型のオーバーフェンダーもツキーノの、はい、このサイドスカートも、はい、違う、全然違う形状のものになってると、うん、はい、これかっこいいっすね、これかっこいいよね、そして後方視界を、はい、ゼロです、はい、ゼロにしてるパーツがこちらということで、はいはい、これもあの STO とかとまた違う後方視界の悪さということで、ルームミラーいるみたいな、これかっこいいっすね、でまたもうあの車のキャラクター的にカーボンパーツいらないじゃないですか、そうね、設定あるかどうか分かんないですけど、うんうん、ちょっと泥臭さがかっこいいかなと、うん、はいはい、なんで、まあ、デジタルインナーミラーは追加してます、あ、なるほど、さすがに日本で使うには、え、はい、バックする機会も多いと思います、はい、さすがにその辺がこれですか、そうカメラ追加してる、はい、してある、うん、純正であのリアカメラもついてます、はい、その下に割とスマートについてるんで、うん、はい、あまり目立たないかなと、はい、そして後ろのホイールですね、はい、これ当然前後違うサイズで、オーダーしています、で後ろもバッチリですね、デズラ的に、はい、とただフェンダーのなんか形状がちょっとこうすぼまってるんでね、こっち側が、あ、立体的なんですね、そう、はい、なんでちょっと角度によってはうんっていうのはあるかもしれない、うんうん、バッチリに設定になってます、まあ、そういうフェンダーどこに合わせていいか分かんないですもんね、そうそう、はい、こっちに合わせちゃうと出ちゃうし、ね、はいはい、うん、で今回はまあ絶妙なところに合わせてある、はい、いい塩梅です、はい、であとじゃあペイントカスタマイズだったりとか全くしてないです、なるほど、はい、まあ、言ったらもう純正改造車ですからね、そうなの、なんで今回は、はい、もう十分かっこいいかなと、なんで今回は本当に元の姿に戻して、はい、ニュアンスだけ変えたという、はいはい、こんなカスタマイズをさせていただきました、はい、続いて内装も、はい、あの今回もちろんカスタマイズはしてないんですけど、はい、内装の方をチェックと、あとその純正のスイッチでつくんですよっていうところを、はい、飯村店長にやっちゃいます、やってもらいたいと思います、はい、
で、これ内装めっちゃかっこいいっすね。内装むちゃくちゃおしゃれだよね。なんと外に合わせてこのアルカンですよね、はい、とレザーのこのコンビで、しかもそれがブラウンで、それぞれちょっと色味はあのもちろん素材が違うんで、そう、絶妙に色が変わってるんで。そしてステッチだったりも同色系で、はい、でレザーもこれ金色のレザーなんそう。レザー、そうね、このパイピング的な、ステアリングも同じように合わせてあると。そして今回交換したパネルっていうのがそのディスプレイ上ですよね。はい、ここのパネルをごっそり交換して、どのスイッチが増えてるんですか。ここです。なるほど。ちゃんと絵が、はい、ランプの絵があるスイッチになってます。で、そこをポチッと押してもつかないんですよね。はい、つかないです。あのヨーロッパの法規的にハイビームのカウントなんですよね。そうそう、ハイビームがついてる時だけつけられます。はい、つきます。はい、あ、つい、明るい明るいめちゃくちゃ明るい。これはいいですね。使えないけど、使えないけど、はい、というわけでこちらもしっかり動作するようになっております。じゃあ最後になりますけども、はい、今回改めて、はい、その元に戻すというか、あのメーカーのこの理想の形に戻す大切さを知りました、はいはい、再確認しました。やっぱりこれがないとね。そうですね、セラートなんで。僕もあの結構あの広報者というか本国のその、うん、市場のレビューとかは必ずついてるじゃないですか、はい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 、当然、はい、そのイメージでいたんで、うん、まあ、日本仕様を見た時に確かにあれっていうのがあったと思う、うんうん、ちょっと寂しい。そうです ね。で、乗ってない僕ですらちょっとあれってなったんで、うんうんうん、多分オーナー様であればより、うん、ね、つけたいよねっていう方がいらっしゃると思いますので、うん、ぜひボンド名古屋に、ボンド名古屋だけじゃないですね、はい、ボンド各店に、はいはい、ご相談いただけると取り付けできますので、はい、情報共有してますんで、はい、ただ使えませんのでちゃんとその辺はご了承いただきまして、はい、お問い合わせいただけるといいんじゃないかなと思います、はい、というわけでボンドチャンネルのチャンネル登録と各種 SNS のフォローもよろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。